はい、皆さんこんにちは。レクセン2講師の赤木です。それではですね、私の、方からですね、赤木クラスの全貌大公開というね、こういうテーマで45分ほどちょっとお話をさせていただこうかなというふうに思います。早速ですけれどもね、お手元のレジュメの1ページ目ですかね、こちらの方をちょっと開いていただきまして、まあ、私のクラスの、まあ、目標であるとかですね、コンセプトですね、そういったところをまあ中心にお話をしていこうかなというふうに思います。で、私のクラスの、まあ、一応目標というのはですね、来年の予備試験またはその次の予備試験、あるいはまあ京大ロースクールですね、このあたりにまあ一応合格するというところをまずは第一の目標にしてやっていくと、まあ、その先にもちろんね、予備試験やロースクールの後司法試験、これもね、一応予定、その先もあるわけですけれども、まあ、そこまで見据えてはいますね。予備試験とかロースクールだけではなくて、その先も見据えつつ、まあ、予備試験やロースクールも到達すると、まあ、そういったところをまあ目標にしておりますが、中でもやはり一番大事なのは論文試験というところでありますね。担当試験よりも論文試験の方がまあウェイトが大きいと言いますか、なかなかこう突破しにくいというところはまああるのかなというところであります。で、その論文試験というものをね、1年目から私のクラスではすごく意識をしまして、まあ、入門講座ではあるんだけれどもね、なんか論文の解き方を勉強してるみたいなね、そんな感じの講座にまあ1年目からしていこうかなというふうには思ってます。まあ、私のクラスは入門講座と同時にですね、論文基礎力養成討論というね、こちらの講座も同時に走る形になりまして、まあ、その両者で、論文力を1年目からガンガン高めていこうと、まあ、こういうコンセプトでですね、やっていこうかなというふうに思っております。それから、まあ、私ですね、梅田駅前本校の方で2年目講座ですね、こちらの方も収録する予定にしておりますので、まあ、1年目から2年目にかけてですね、同一の講師でまあ一貫して勉強できるというのがね、私のクラスのまあ一番の特徴じゃないかなというふうには思います。で、またなぜ論文なのかというところですね、担当試験、それから予備試験ですね。ごめんなさい。予備試験ですね。予備試験の中には、担当試験ということで、マークシート試験ですね。いくつかの選択肢の中から正しいものを選ぶという担当試験もある中で、なぜ1年目で論文なのかというとですね、これはやはり論文の力、養成するのに時間がかかるというところがですね、一番の大きな理由だったりします。それから、まあ一応私自身もね、予備校等で勉強して、まあレックでね、勉強して司法試験合格したというのがあるんですけれども、やはりまあ論文対策というのはなかなかすぐには身につくものではないというところが、まあ、自分の実感としてあります。まあ、そういったところがありまして、1年目から論文ですよね。まあ、ローマは1日してならずじゃないですけどね、論文は1日してならずというところがありまして、まあ、そういったところで時間かけてじっくり養成しようやないかと、まあ、いうところで1年目から論文意識してやっていこうと、まあ、こういうふうに、ね、考えているところではあります。で、一応論文を、ね、解く、論文を突破する、そのためにまあ必要な能力ですね、これを1年目からね、きっちりやっていこうということになるんですけれども、まあ、それは一体何なのかというところで、やっていくと、まあ、私のパンフレットなんかにも載っている通りでしてね、2つに修練されるかなと、ね、いう感じであります。論文解く際に必要な能力、まあ、そこにもね、書かせていただいてますけども、当事者目線と条文至上主義と、まあ、この2つがですね、一番大きな柱ではないかなというふうに思われます。で、これはなぜそうなのかというとですね、出てくる論文の問題が事例形式の未知の問題、これが出題されるというところになります。で、事例形式となるとですね、たくさんの登場人物が出てくるんですね。A さん、B さん、C さん、D さん、長いやつだったり H さんまで出てくるとかね。そんな感じで、多数の登場人物が出てきて、その間にぐちゃぐちゃの法律紛争が起きるんですね。そのぐちゃぐちゃの事例問題で、しかも初めて見る問題で、それをどうやってこうね、解きほぐしていくかというふうになると、やはりそこの登場人物で出てきている当事者ですよね。その人がどういう不満を持っているのか、その人がどういう解決を望んでいるのかと、そういったところを考える力というのは、これはやはり欠かせないというところになります。で、その上で、解決するのは法律はすべて条文、これがまず第一にあるというところです。条文で解決していく。条文がなければ判例で解決していく。判例がないときに学説とかですね、そういったところを使っていくというところがありまして、まあ条文、法律で学習する上ではですね、やはりこの条文というのは欠かせない。困ったときには常に条文というぐらいに条文をね、大事にするということは欠かせないというところになります。で、この二つの、まあ一応力なんですけどもね、実を言うと実務家、まあ私も弁護士やってますけれども、弁護士が実際の事案に対応するときのその視点そのまんまだと
そういうふうにまあ言えるかなと思います。実際にですね、目の前にこうね、なんていうかな、いろんなこう困った、ね、ことがあって、相談にやってくる人がいるわけですけれどもね、ああいうね、女の人とは別れたいんだとかね、言ってですね、離婚したいとかいうね、そういう男性が相談に来ると。で、離婚する際にですね、その際に、ね、いろいろ相手に要求したいことがあるんだと。ね、そういったところでまあ相談に来るわけですけれども、その際やっぱりね、まず何、考えるかというと、弁護士だったら、まずその人がどういうことを求めたいかというところですよね。その当事者がどういうことを求めているかという当事者目線ですね。その上で、まずは、その当事者の言いたいことが何なのかと、これをまず把握すると。で、その上で、できるかできないかは条文で決まってくるというところがありますので、できないことをね、やってくれと言われても、これはまあ人間ね、まあできないことはできませんと言わざるを得ないですね。相手にね、謝罪させたいとか言ってもですね、謝罪するかどうかね、そんなものは相手次第ですので、しかも謝罪しろなんていうね、そういう権利はないわけでして、まあそういったところで、条文に書いてあるものしかなかなか実現できないと、まあいうところ もちろんあるんですけれども、まあその当事者の言いたいことが何なのか、で、その言いたいことが条文からして言えるかどうかというのは、これは弁護士がですね、常に考える考え方と。で、その上で、紛争には相手がいるというところなんですね。で、相手がどういう反論してくるかなというのもまた当事者目線で考えていくと。で、相手の反論もですね、条文にない反論は意味がない反論ということで通らないということがありますので、やはり相手の反論を考えるときも当事者、条文、ここから考えていくという感じになっていくんですね。なので、まあこの、論文突破に必要な能力というのは実はね、将来的にその放送になるにあたってですね、必要になってくる力、そのままのミニマムですね、ミニマムのその力、これが要求されているというふうに思っていただいたらいいのかなと思います。で、実際の論文突破のためには何点ぐらいいるのというところなんですけども、実際のところは予備試験そこまで高いね、得点は必要ではないというふうに言われてます。まあ一応、50点満点で1科目ね、予備試験だったら1科目50点満点なんですけれども、だいたい25点取ったら合格してます。平均で、25点ですので、10科目あるんですけれども、10科目で250点ですね、500点満点のうちの250通れば、まあ一応合格しているという感じですので、それほど高い点数取らなくてもいいというところですね。で、なんかね、高い山のように考えるとね、感じるという方もいるかもしれないですけども、それほど恐縮してですね、こうね、えびびる必要もないと。ね、50点中25点取ればいいんだというふうに割り切れば、結構ね、気楽にこうね、いけるんじゃないかなというふうに思います。まあ、一応出題者である法務省ですね、法務省の方で、採点基準、一応ね、採点基準はね、出してませんけれども、一応の答案の分類ですよね、成績評価というのは、一応公表しておりましてですね、一番優秀な層は優秀という答案ね、優秀な評価つける。50点中の35点以上とかね、結構高い点数取ればこれは優秀という評価つくんですけども、全部ね、優秀取らなくても受かると。で、その次に優秀の次に良好というね、そういうランクがあるんですけども、それは6割以上の点数という感じになってます。で、全科目良好取れば はっきり言ってこれトップ合格するというね、それぐらいになるぐらいのところでありまして、良好までもね、まあもちろんあればいいですけれども、良好も取らなくていい。で、良好の下が一応の水準と言われてましてですね、50点中21点以上ということで 42% ですね。その得点があれば、まあ一応の水準というランクに入りまして、この水準を全科目揃えれば合格しているというね、こういう状態であります。で、まあ逆に言うとこの一応の水準を下回ってしまうとちょっとしんどいという感じですね。1科目でもこれを下回ってしまうと結構ね、挽回するのが大変というところでありまして、まあ一応50点中21点以上というね、4ランク中の上から3つ目ですね。それ以上を全科目取ればなんとかなるというのがまあ現状の予備試験であり、その先の司法試験も全く一緒でありまして、現行のね、司法試験でも、一応ね、800点満点ですね。論文では800点満点になりますけれども、論文で400点取れればまあ合格するというね、そういう状況になります。まあそういったところでですね、完璧を求めなくてもいいというね、その高校大学までの入試と違いましてですね、この司法試験、予備試験というものは、その完璧に点を取らなくてもいい。ある程度の点が取れればね、それで合格するんだというね、そういう感じでちょっと思っていただければ幸いではあります。はい。で、その上で、法律論文ね、ここにちょっとね、特化してちょっとお話を進めていきますけれども、まあ先ほども言いましたけれども、条文、これがまあ一番大事だよと、まあいうところになってきましてですね、論文書く際もやっぱり条文を使いこなすというところが非常に大事になってきます。で、条文使いこなすためには、やはり条文
ログに関する基本知識ですよね。ここがしっかりしているというところがまあ前提にはなってきます。なので、まあ、普段の勉強ですね、法律論文解くためにはやっぱり条文についての正確な知識というのがまあ欠かせないねという感じになってくるんですね。で、入門講座なんかではそのね、条文に関する基本的な知識というものですね、これをまあしっかり押さえていくと。まあ、入門とはいうものの、論文で出る試験の、論文で出る知識の 95% ぐらいですね、私のクラスではそれぐらいを1年目で網羅しちゃうというぐらいでして、まあ、相当結構高度なところもね、やっていくことにはなりますけれども、まあ、それでも、必要な知識ですね、そういったものを1年間でね、きっちり習得してもらうというところを意識しながらね、1年間やっていこうかなというふうに思ってます。で、その条文の基本的な知識入れるだけではやっぱりね、論文解けない、やっぱ解くという感覚で普段から勉強するということで、入門講座でもですね、論文を解く感覚で問題の解き方というのをですね、1年目の1回目の講義からお話するというふうな感じにしています。民法からね、始まるのがまあ一応レックの、カリキュラムのね、原則的な形態ではあるんですけれども、一応今ですね、今の段階だと1月開講のね、先取りクラスというね、そういうクラスは一応憲法というね、そういう科目から入っていくということになりますが、いずれにせよ問題の解き方というのを意識してね、問題の解き方を最初からこうね、意識して、その上で、まあ、事例に入っていくと、実際にこの事案が起きましたよと、この時あなたはどういうふうな主張がしたいですかと、こういう感じで考えていくんですね。まあ、自分が当事者だったらどういうふうなことを言いたくなるかというね、これを考えてもらうということをね、1年間通してちょっとやってもらおうかなというふうには考えている次第であります。はい。で、まあ一応論文ね、解くためには何が必要か、そういった条文の基本的知識がいるんですけども、その使いこなしの力というのもね、必要になってきますね。で、その必要な使いこなす力というのは一体どういうことかというと、それがそのためにというところに書いてあるね、5つの力という感じになります。1つ目の事案把握力と書いてます。事例把握力、まあ、これは単純な国語力ですのでね、高校生ぐらいの国語の力があれば大丈夫ということでして、まあおそらくね、今日聞いていらっしゃる方は、まあ、まず大丈夫だろうと思いますね。 A さんと B さん取り違えるとかね、そういうことになるとちょっと話が違うぞということになってくるんですけども、事例の把握、まあ高校生ぐらいの国語があればね、なんとか大丈夫というところになるかなとは思います。で、その上で法的思考力ですね。条文から考えるというね、こういうふうなまあ力があると非常にいいかなと。まあもちろん条文だけじゃなくてね、条文ではない不文律というね、そういったものも中にはあるんですけれども、まあ一応条文ないしは条文に準じた不文律ですね。その最低限の基礎的な知識ですね。そこから考えるというところが大事です。まあいかに難しい問題が出ても、この基本から考えるというのはね、すごく大事に言われてまして、まあこの基本からしっかり考える、ね、いきなり高度なことから考えなくていいと、まずは条文からね、解き起こしていって、でそこから考えるとどうなりますかというのをね、これが法的思考力として求められています。で、さらになんですけれども、3つ目、応用力ですね。これもまああった方がいいなというところではありますね。一応条文とかそれから判例というのは、ある特定の事実、特定の事実関係、事案ですよね、これを念頭において作られてはいるんですけれども、その念頭に置かれている典型事例、それとは違う事例がやっぱ出てきます。初めて見る問題になるわけでね、どっかで似たようなものは見たな、けれどもあのまんまじゃないぞと、判例の事案からちょっと事案がひねってあるとか、あるいは条文が想定している事実からちょっとずれてると、そういった事案が出てくるわけで、そういう時にも応用力ですね、応用力が必要になってくると。まあ、その際の応用の仕方というのもね、1年目の講義の中でね、随時お話ししていこうかなというふうに思いますが、まあ、その条文の使いこなしですね、当事者だったらどういうふうに言っていくかなとかね、ここもやっぱりヒントになるのは当事者目線でありましてね、当事者だったらどういうふうにアプローチするだろうというふうなところもね、言っていったりとか、まあ、あるいはですね、条文ですね、条文の背後に書かれてるね、その行間を読むじゃないですけども、条文の趣旨と言っていきますけどね、なぜこの条文があるのかという論拠、理由ですね。そこから考えてみると、あ、こうなるはずだという推論ですよね。そういったところをこの応用力というところでね、培っていただければなというふうには思っている次第です。まあ、それ以外もいろいろね、事実、複雑な事実の分析ですね。それもまあ一応やっていったりするかなというところですが、この辺は結構感受性とかね、そういったところもね、結構重要にはなってくるかなというところでありますが、まあいろんな事実にね、興味を持ってこう、臨んでいただくと、まあ普段からね、法律の勉強だけじゃなくってね、例えば社会におけるいろんな事実ですね、事案あったりします。例えばね、好きなね、本が、一応置いてある図書館があったと。で、その図書館でですね、自分の好きな本が撤去されると。それに対してどう思うかとかね、そういったところからでもいいと思うんですね。当事者だったらどう考えるだろう、当事者だったらどう受け取るだろうというね、
これはこの事実の分析するときには非常に重要になってくるのでね、その当事者に対し、当事者にとっての事実どう思えるかとかね、そういったところもまあ応用力の中ではね、身につけていただければなというふうに思います。あとまあ論文書くためには4つ目ですね、文章力、これはさすがにちょっとはいるというところになります。自分でこう思ったということをちゃんと思った通りに書けなきゃいけないのでね、こうなると普段からある程度ね、文章を書くというのはこれは、必須になるかなというふうには思いますね。まあその観点でいくとツイッターとかブログって便利ですよね。ツイッターだとね、140字でまとめなきゃいけないというところがあってですね、結構まあね、文章力いるというところあります。これとこれつなげてようやくね、ようやく意味が通るんだけども、これではオーバーしてしまうと、そういう時にどういうふうにね、切ってね、分けていくかとか、あるいは分かりやすくもっと短い言葉でまとめようとかね、そういうふうな文章力、まあツイッターとかでね、使うこともできますし、日記書いたりとかね、あるいはまあね、文章力よく言われるのは、論文ってのは採点官に対するラブレターであると、まあ、いうふうに言われたりするんですね。なので自分の思いですね、相手に伝わるように書かなきゃいけないと。でしかもですね、その採点官が望んでることを書かなきゃいけないというのがまあ一応論文でありますですね、自分の思ったことをがっかり書いてるとね、これでは振られるラブレターになりますからね。なので相手がね、望んでることを書くと、出題者がね、考えてること、それを書こうというのがまあ一応ね、文章力としては求められるかなと、まあいうふうに思ってください。はい、あとまあね、2時間という時間制限ですね、予備試験だと1科目1時間10分というね、そういう時間制限がありますので、その時間の中での自分のコントロール、セルフコントロールですね、このあたりも論文のね、解く観点では必要になってくる力かなというふうには思われますね。まあいろいろ勉強していくとですね、あ、この事例、あの判例似てる、あの判例書きたいというね、そういうふうな欲求が出てくるんですけれども、その欲求通りにそのまま書いたらペケになるということも当然あるわけでして、ちょっと待ってと、あの事案とはちょっと違うぞと、あの事案とは違うということはこういうことも考えなきゃいけないんじゃないかとかですね、そういうな感じで自分をコントロールするというのは非常に重要です。まあそれ以外にもね、初めて見る問題頭真っ白になるとかね、そういうこともまあ結構あったりしますね。私もまあ大学入試の時の数学の試験とかね、思い出すと頭真っ白になってね、やばかったというのはまあ記憶にあるんですけれども、まあそういう問題やっぱり司法試験の問題でもね、出てくることありますし、まあいろんな試験ね、これはもういろんな試験に通じると思いますが、パニックになりそうな時ってのは必ずあるんですよね。でその時にもやっぱりセルフコントロールできる人とできない人でやっぱりね、立ち直りが違うというところでありますね。まあ2時間という制限時間の中にやっぱ書き切らなきゃいけない、そのためには困った、どうしようね、パニックになってたんじゃいかんというところですね。そこでどうするかというと、自分はこんだけ勉強してきたんだと、超プラス思考になることです、ね。自分がこんだけ苦しんでるということは、他の人はもっと苦しんでるはずと。まあそういうふうにですね、一応自分に都合よく解釈すると。そうすると、ちょっと気分的には楽になるんです、ね。他の人はもっと苦しんでるはず。で、落ち着こう、落ち着こう。で、普段はどうやって考えてるかなというふうにね、そこで自分をコントロールできればね、いつも通りに考えよう。いつも初めて見る問題どうやってアプローチしてたかなというところに立ち上っていくと、最後はやっぱり当事者目線、条文至上主義と、そこにまあたどり着くんですけれども、当事者の目線だったらどういうふうに主張できるか、条文からしたらどういうふうに言えるのかとかね、そういう感じでまあ一応アプローチしていくことになるかなというふうに思います。はい、まあそういったまあもろもろの力がいるんですけども、まあそういったところをね、意識して習得するというよりも、いつの間にか習得しているという感じにね、していこうかなと思います。まあ入門講座の回数がですね、100回以上ありますのでね、その100回以上の中に同じようなことを何回も何回も繰り返し出てくるという感じになると思います。まあそうなってくるとね、いつの間にか習得するというね、そんな感じになってきますし、それからまあ私のクラスは条文を何度も何度も読むということを一緒にやりますので、この条文の中に知識が入っていくと。こんな感じになっていくかなと思いますね。で、論文試験では、まあ一応知ってる方もいるかもしれませんが、この条文、誰に断ることもなく参照できます。一応論文試験の会場にはですね、条文が貸与されておりますので、この貸与された条文、好き勝手読んでいいんです。ね、もちろん、ね、書き込んでも意味ないですけどもね、とりあえずね、その条文見て、で、条文から知識が芋づる式で出るというふうになると、まあ条文が一種のカンニングペーパーという感じになるかなというね、そういうところであります。私自身が2年でちょっとね、司法試験合格したというのがあるんですけれども、その合格した年ですよね、その論文解く時の自分の感覚でいくと、その条文見てるとですね、テキストのあの辺の情報がふわふわふわっと出てくるんですね。この条文の言葉を見ると、あ、こんな趣旨だったな、なると、あ、こういうことだったなとかね、そんな感じでその条文に知識を集約するというふうにしておくと、その条文見ただけでテキストの内容なんかがふわっと上がってくると、まあ、そんな感じにもなりますので、普段から
教科書読む際ですね、長考の教室の後ろにもね、教科書の例が、一応サンプルが置いてありますけれども、その教科書の内容とかがですね、条文とリンクして出てくると、こうなると非常にね、鬼に金棒という感じですよね。普段から論文力鍛えてる上にね、条文見たら内容が出てくると、まあいうことになると、まあはっきり言ってね、本当に他の人にね、引けを取らないというか、他の人に圧倒的に優位という状況になりますのでね、そういう状況を作り出していきたいなというふうに思ってます。はい、まあそういったことでちょっといろいろと言い過ぎたところありますが、赤毛グラスの目標というのね、一応1年目からしっかりと論文力つけようと、まあこういうコンセプトでやってますけれども、まあそんなに、そのね、ビビる必要はありませんね。いつの間にかなんかね、考え方は身についてると、なんか考え方はね、赤毛と同じようなことやってるわみたいなね、そんな感じになってくれればね、いいんじゃないかなとは思います。はい、次のページちょっと入っていきましょうか。私のクラスの特徴、まあ、さっきのコンセプトというところとね、ちょっとリンクするところではありますけれども、私のクラスの特徴、何を言っても1年目を超重視しております。1年目がなぜ重要なのかというとですね、これは一番緊張感がないその時期だからです。で、2年目とか受験直前になるとですね、プレッシャーがやってきます。そのプレッシャーのある中ではなかなか頭に入ってこないものでも、その受験からまだ遠い段階であるならば、プレッシャーが比較的少ないというところがあります。その意味で一番入りやすいんですね。で、しかも1年目というのは雑念が入ってこないというところですね。1年目から2年目にかけていろいろとこうね、手出しをして情報がいろいろ入ってくるんですが、その段階と1年目の真っ白な キャンパスの状態ですね、その状態とで頭の入りやすさが全然違うんです。その意味で1年目を徹底的に重視しまして、この1年目に僕はですね、論文に必要な力の 95% までをこう集約すると、まあ、それぐらいのね、一応意気込みで1年目の入門講座をやっているという感じであります。で、1年目の最初から論文力をじっくり2年かけてやるとね、論文は1日してならずと。で、最初の論文の答案練習会とかね、散々な結果になると、まあそれも当たり前のことです。いきなり論文書けたらね、僕なんかいらないとね、この予備校の講義なんかいらないということになるので、まあ最初は書けなくて当然、そのうち書けるようになるというふうにね、そう思っていただいて、じっくり養成しようというね、こういうふうに焦らずね、じっくり2年構えでね、やっていただければいいかなというふうには思います。で、その際にもやっぱりね、目的意識が大事でね、まあ、阪神に金本監督がね、就任してね、阪神ファンじゃない方すいません。とりあえずですね、金本監督がね、常々言ってるね、普段の練習というのはね、ちゃんと意識持ってやらなきゃいけないと。まあ、勉強でも同じことでね、試験という本番に向けて、その意識づけですよね、普段の勉強もちゃんと意識づけ、つけた上でも、対応していくというところが、まあ、やっぱりね、本番で力ね、発揮するために必要じゃないかなというふうに思います。で、やっぱり1年目は、ね、対策しやすいと言いますか、まあ、幅がある程度ね、絞れるというところもあるんですけども、論文対策、これ1年目でしっかり目的持ってやるという感じにするといいんじゃないかなと思います。で、2年目からでいいですね。担当試験の対策は2年目からでいいと思います。結構細かいですね、知識もいろいろ入ってくるので、その細かい知識はいきなり入れると嫌になります。けれども、ね、論文対策の重要な知識であればね、それもしかも範囲も絞られてくるので、頭にも入りやすくなるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、そういったところで1年目、大事な1年目、論文力というね、そういう観点からね、しっかりとまあやっていくというのが私のクラスのコンセプトです。で、インプットの講義ですね、毎回3時間です。1回の講義はだいたい3時間。で、私のクラスは日曜日に縦2コマというね、そんな感じになってますので、生クラスの方は、まあ1日6時間ちょっと受けていただくと、そんな感じになりますけれどもね、その際ですね、基本的には私のクラス、この教室の後ろにね、置いてありますけれども、セブンサミットテキストというね、レックの発行しているテキストがあります。そのテキストと条文ですね、この2つをまあ一応基本の材料にして、まあインプットしていくと。で、やる際にはやはりですね、問題解く感覚というのを非常に重視しておりまして、事例が出てきたとなるとですね、まずはこの事例についてどうなるかというね、当事者だったらどうしたいかとかですね、刑事訴訟法とかだってくると適法かとかですね、そんな感覚でまあ見ていくという感じで、論文解くというね、そういう感覚で1年目からしっかりやるという感じで予定しております。で、事例。条文、当事者目線、これも本当に何度も何度もねやっていくことになりますので、もう憲法の1回目、民法の1回目からですね、事例をがっつりやる、条文なんか見てるね、当事者の立場で考えているということはね、おそらく1回目からきっちりやれるかなというふうに思います。で、インプット講義自体は6時間ね、結構まあ大変かなと思います。最初は慣れるのは大変だろうというふうに思いますが、だんだんまあね、3週間、4週間になってくると、ある程度慣れてくるという感じになると思います。で、一応その際ですね、復習をしっかりやってもらいたいなというふうに思います。まあ入門講座ではですね、一応まずは何してほしいかというと、
講義の中でまず納得してもらえたら一番いいなというふうに思ってます。一応講義の中は私の方が一方的に喋ってるということが多いんですけれども、その聞いたことでうんなるほどねという感じで一旦納得してもらえたら一番いいですね。で、納得できない時にはね、私に遠慮なく聞いていただいたらね、納得できるまで一応繰り返しお話しする予定にはしてますのでね、納得することを講義の中では第一にね重視にしていってください。で、法律ってのは必ず納得できるものがあるはずです。まあ一部ね納得できないところもありますけれども、必ずですね、人間が作ったものですので理由があるから法律作られてるんです。理由があるからこの判決の結論になっているわけですので、その理由から、ね、納得すれば、あ、こういう理由だからこうなるのねという感じで納得ができるはずですのでね、その講義の中ではまず納得するということをね、しっかりやってください。で、復習の際はその納得を繰り返すという感じで、意識するといいと思います。入門講座では、あ、こういう理由でこういうふうに言ってたなとかね、こういう理由から、あ、確かにこの結論になるなとかね、あ、このね、必要性があるからこういう条文があるなとかね、そのあたりの納得を繰り返すということを復習ではやってみてください。で、その復習の回数ですね、これ結構ね私は、細かくまあ言ったりしますけれども、できたらね、次の講義までに前の週の講義を2回復習するというのは最低限ですね、ちょっとやってもらえたらなというふうに思います。まあ、ちょっとね、板書していこうかなと思いますけれども、まあ、一応具体例やっていきますけどね、とりあえず、まあ、今やってるのは1月10日ですかね、今日ね1月10日ですよね、1月10日、実はまあ私、刑事訴訟法の1回目2回目の講義をやってきまして、来週1月17日には刑事訴訟法の3回目4回目この講義があるという感じなんですね。で、一応講義と講義の間に約1週間ですね、まあ一応今日はほぼ終わりということなので、延べ6日、6日ですね、6日あるということになるわけですが、この6日の間に係訴1回目2回目の復習、これをできたら2回ですね、やってもらうというふうにすると、まあ最初の講義も入れると3回同じところを見たということになりますね。で、1回見ただけではなかなか頭に入らないものでも、2回見る、3回見るとなると頭への入りやすさは全然違ってきます。で、できたらですね、この1週間の間に2回するというのは、これ一応ミニマムとしてですね、自分に課していただきたいなというふうには思います。で、できたらで結構です。ここから先は人より上に行くという意識にはなってくるかとは思うんですけれども、ここの復習ですよね。1回目2回目の復習、まあこれは2回で終わるんじゃなくって、ここの復習の時にもですね、3回目4回目を2回するだけじゃなくって、1回目2回目、ここでも2回かけると、こういうふうにすると同じ場所を4回復習することができます。2週間で4回同じところを復習すると大体のことは頭に入るかなという感じになりますね。で、そういったところで短期間で繰り返すというね、この復習のペースというのは短期間で複数回やるというのが非常に効率がいいところがありますので、できるのであれば2週で4回ですね、これを一応目標にしてください。ちょっと難しければ3週で4回とかね、そういうふうに振ってもいいですね。3週で4回とかですね、そのあたりご自身でうまいことを調整してですね、3週で4回とかね、そういう感じにしてもいいと思いますが、できる限り短いスパンで多めにという感じのね、復習するといいかなと思います。まあちょっと縦積みで2個ずつね、毎週2個ずつやっていくというので、結構ね復習は大変かなと思うんですけれども、できたらこういうね復習の仕方、同じ箇所は2回ね、やっていくと。で、この後ですね、1月31日になると、7回目、8回目があるんですけども、ここでは、5、6、2回やる。3、4、2回やると。まあ、こんな感じの復習ですね。これがまあ一応理想といえば理想という感じであります。そのためにどれぐらい時間かかるかというと、大体は、初めての復習の際には、講義時間と同じぐらいの復習時間がかかると。いうのが通常です。なので、1回目の復習は、6時間の復習するときには6時間かかるというふうに思っていただくといいです。ただ、2回目になると、1回納得しているというところがあるので、かなり思考は早まるはずです。なので、2回目の復習は、6時間の講義であれば、例えば4時間半で終わるとか、早い人だったら4時間で終わるという感じになっていきます。3回目、4回目になると、もっと短くなります。実際にね、試験の直前なんかテキスト見直しだったとね、1000ページぐらいのものを1時間でわーっと復習できちゃうと。それぐらいになるのでね、
はっきり言うと、この1回目2回目の復習ですね、これは若干時間かかります。最初は時間かかるものではありますけども、3回目4回目5回目6回目と減るにつれて、どん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 1回の時間が短くなると。で、分かったところは飛ばして結構ですからね。分かったところはもう飛ばすというのも一つの方法ですし、まあわかね、まあ、1年目だからしっかりやろうという感じで、最初はじっくりやるというのももちろんです、ね。まあ2年目以降の勉強になってくると、分かったところ飛ばすというのはね、結構やっていったりしますけれども、まあ、2週で4回いうのが一つの、まあ、一応おすすめの方法という感じです。で、それに必要な時間ですね。この2回の復習で約、目安としては10時間。なんとか取ってください。ね、1週間の間ですからね、6日ある。144時間あるわけですからね。その中のなんとか10時間。まあ、ちょっと時間かかる人で12時間。2回分復習するというので、まあ、かかるかなというふうに思いますけれどもね、なんとかなるだろうと、ね、そんな感じはしてきますよね、とりあえず、まあ、これは早い方がいいと思いますけどね、講義の翌日ぐらいには復習ある程度始めるという感じでして、適宜ちょっとね、自分の隙間時間ですね、これ見つけてちょっとやっていくという感じにしていってください。で、次の週になってくると、まあ、これが10から12時間かかりますけれども、この復習はおそらく 4,5 時間で終わるはずです。3回目4回目になるとものすごく早くね、読めるようになっているはずですので、まあ、それでトータルしても、まあ20時間には収まるかなという感じです。1日に平均すると3時間ぐらいという感じになるかなというところでね、まあなんとかなるかなというね、いうふうには思っているところではあります。はい、まあその辺時間がちょっと取りにくいという方ね、それについてはちょっとこの2回3回目4回目の復習ですよね、これをちょっとね、まばらにするという感じもね、一つの方法かなとは思いますけれども、まあ3回目にとどめるとかね、そういうのもありですね。3回目の復習までにとどめるとかね、そんなのも一つの方法かなというふうには思いますが、まあそういう感じで1週間に20時間ですね、とりあえずそれぐらいは、まあ、勉強時間確保してもらえたらなというふうには思うんですけれども、まあ、それが、まあ、一つの、まあ、目安ではあります。まあ、これがね、1年間、まあ、なんとなくね、ペースメーカーで作っていただけるとね、いいのかなというふうには思います。はい。それからインプット講義はね、そういう、一応、条文とか当事者目線のね、形を、入門講座の中でしっかりやっていくんですけれども、まあ、そのね、実際にそのインプットした力はアウトプットですね。これはやっていかないことにはなかなか身につかないというところはあります。で、アウトプットの講座ですね、知識、得た知識を実際に論文で書くというね、そういう講座ですけれども、1年目だと、論文基礎力養成討論というね、こういう名前がついています。まあよかったらね、私のね、講座もねありますので、そこでね、論文を実際書いてみるということをやってみたらいいかなと思います。で、実際やってみると分かりますけどね、インプットしたことなかなか出てきません。最初はそんなもんですね、そういったところで、まあそこで挫折するんじゃなくてね、最初はそんなもんと割り切ってください。みんなそんな感じでね、私もそうでしたね。最初の論文書いた時はひどいもんでね、1回目の論文の点数もね、思い出したくもないというぐらいの内容ですけどね、25点がね、一応なんか、合格点というね、言われる点数だったんですけどね、20点台前半というね、そういう感じで、なかなか合格点はるか遠いと、まあいうのはね、1回目の、まあ、当連では記憶ありますけれども、まあそれでも全然大丈夫ですからね、最初はもう解けなくても普通、むしろ解くということに慣れてください。で、法律文章、ね、法律の文章っていうのはいきなりは書けるようにはならないので、書き慣れるということが大事ですね。書き慣れてくると、ある程度ね、あ、この辺書いたらいいなとかね、その辺もどんどん身につけていけますし、それから、いわゆる法的な思考力以外の4つの力、そこの寛容にもね、時間を費やせることになります。自分のコントロールとかね、あるいは応用力、どうやったら応用できるかなとかね、そういったところにも力が出てくるかなというふうに思いますので、まあ、論文基礎力養成討論ね、それも合わせてね、ちょっとやってもらえたらなとは思います。で、アウトプット、まあ、択一もそう、論文もそう。大事なのは、復習するときですね、完璧に解けた問題は二度としなくて結構です。間違った問題、あるいはあやふやだった問題、そういったところを二度目ちょっと復習するというのね、そういう感じの復習するといいかなとは思います。で、次同じ問題出たら間違えないようにするというのがね、すごく大事なところになってきまして、まあそこはね、間違えたところを中心にする。で、間違えたには理由があります。大体は1年目の間違える理由は基礎知識がないからというところにね、落ち着いてくるかなと思いますけれども、2年目以降になってくるとね、なかなか応用力がなかったとかね、応用できなかったとかね、そんな感じでこうできなかったこともありますが、その際ですね、知識がなくて解けなかったんだったら復習すればいい。応用力、これがなかったんだったら、
応用の仕方を盗むという方法にね、ちょっとなってきます。で、その参考答案とかを見て、あ、どういうふうに応用してるかなと。あ、こういうふうな応用の仕方かと。趣旨を考えてるなとかね。あるいは、その判例の事案と比較してるなとかですね。まあ、いろんなこう応用の仕方がありますので、その応用の仕方、どんどん盗んでですね、できたらまあ、ノウハウ本ですよね。それをちょっと自分で作ってみるというのもね、一ついい方法ではないのかなというふうには思ったりします。はい。それ以外に、過去の2番以下ちょっとね、お話していきますけれども、かなり徹底したメリハリ付けしていきます。AA ランクから A ランク、B ランク、C ランク、D ランクまで5ランクつけていきますけれども、論文で出るのは B 以上という感じでね、明確に役割付けしていきます。で、その際、まあ、テキストと条文ですね、これ使っていきますが、あちこちマーカーを引いていただきます。まあ、私のクラスはできたら5色持っていただくとね、いいのかなと思いますが、それぞれね、マーカーには意味がありまして、復習するときにちょっとね、頭の使い方が変わってくるという感じになります。マーカーまた5色ね、入門講座入ってからでも結構ですので、一応ね、ご用意いただけたらいいかなというふうには思っているところであります。はい。あと、まあ、ランク付けね、それもそうだし、学習時期ですね。これはもう1年目は見ないでくれとかね。あるいは、今はいい。とりあえず一周回ってからもう一回見るからとかね。そんな感じでちょっとね、学習時期についても徹底的にメリハリ付けします。まあ、結構法律の学習ですね。科目の前半に難しいことが固まっているということがあったりするんですね。訴訟法なんかはね、前半の方に何回ややこしいのがいっぱい書いてあって、で、それをいきなり解きほぐそうとすると嫌だという感じになるんですけれども、これが一周回った後に戻ってくると、ああ、そういうことね、という感じで、すんなりとね、評価するということがあったりします。まあ、その意味で学習時期というのもね、すごく意識して私のクラスはやっていきます。まあ、同じ科目をですね、各科目2周ずつ回すというふうにしますので、まあ、復習の回数もおのずとですね、同じ箇所を復習する回数増えていくという感じになるかなと思います。まあ、その意味で、1年目で復習ですね、おそらく1箇所10回以上やってるという感じになるね、そういうこともあるかなというふうには思います。あと、手を広げない。これは今の情報化社会の中で非常に重要なところでしてね。まあ、どんどん新しい情報、新しい判例のね、そういうのが出てくるわけですけれども、その手を広げてしまうと、はっきり言ってパンクすると。人間の頭の中のね、容量というのはこれ限られてますので、その限られた容量をですね、細かいさまつな知識まで入れてしまうと、大事なものが抜けてしまうというところになってしまいます。まあ、これはどの試験でも同じではありますけれども、手を広げてしまう人ほど受からないと。ね、なんかいろんな細かい知識知ってるなという人ほどね、なんか本番では弱いというのはね、結構まあありまして、司法試験ではこれ顕著です。昔からですね。言われているところでね、もう何聞いても答えが出てくると。そういう人が出てくるんですけども、でも本番には弱いと。ね、それはなぜなのかというと、手を広げすぎて基本がおろそかになっているというね、そういうようなところが結構あったりします。で、もう司法試験は昔から言われてますけれども、基本が大事でありまして、基本からいかにどう考えるかというところが大事ですのでね、その細かいところまでは手を広げないというのはね、2年目以降も勉強の中ではね、大事な視点として持っておいてほしいなと。マックステキストにしといてくださいね。それ以外の基本書まあ、見ていただくのは自由ですけれどもね、基本書の細かい部分を覚えようとかね、まあそこはいいかなと、ね、テキストに載ってないものまで覚えようとかね、そういうのはいいです。まあ、せいぜいプラスアルファ求めるとするならば判例100選ぐらいです。で、テキストプラス判例100選、まあ、あるならばね、それぐらいで十分だろうというふうに思います。まあ、問題集はね、いろいろやっていただいてもいいと思いますけれども、そのインプットする覚えるという素材ですよね。覚えるという素材はもうテキストプラス条文。まあ、それが基本的にはマックスです。で、判例100選があるならば判例100選もやってもいいですけども、判例100選も細かい判例多いのでね。ですので、まあ一応テキストに載ってる判例ベースというね、そんな感じでまあ一応、マックスつけといた方がいいかなとは思います。はい。あとまあ私の特徴、まあ手前味噌みたいな感じで恐縮ですけれども、まあ2年目の使用講座も私担当しますのでね、まあ一人の講師で最後まで一応面倒見るという感じになるかなと思います。まあ一応答案練習、1年目のね、答案練習の、解説も私やりますが、2年目についてはね、まだちょっとそこは、まだ確定してないというところがあります。2年目のインプット講座ですね。2年目のインプット講座では、論文を一緒に解いていくというね、ガンガン解いていくという感じになりまして、まあ1科目あたりですね、一応大体1回20問で、34回ぐらいあったのかな。なので全部で600何十問というね、そういう問題を一緒に解くという感じに2年目ではやっていくことになると思います。まあその中でね、徹底的に論文力まだ2年目でも上がるという感じになるんじゃないかなとは思いますが、まあそういった一貫してやるというのがまあ一応私のクラスの特徴ではあるかなと思います。で、これは予備校によってはですね、憲法、民法、刑法はある人、商法、民訴、刑訴、行政法は別の人、
インプットアウトプット先生違うというのはもうこれ当たり前のようにあるというのが今の予備校業界の通例になっちゃってましてね。まあそういったまあ弊害ですね。そういった弊害をなくそうというのがうちのね、レクのまあ特徴なのかなと。一人の講師で一貫指導というところです。で、これね、小試験の講師ってのはほんまにね、それぞれ個性がありましてですね。で、それぞれまあ個性が違うと。考え方も違う、解き方も違うということになってきてね。その先生が違うと混乱する一番の元凶になっていきます。まあそういったところもあるのでね、そこの辺はちょっとね、講師が変わるというのははっきり言ってリスクだと思ってください。まあそういったところもあるので、私のね、クラスはもう一貫してやるとね、私が死なない限りね、最後まで面倒を見させていただくという感じになるのかなとは思いますが、あと、1年目講座と2年目講座、ここで先生変わっても大変と、1年目の考え方、2年目ではなんか全面否定されたとかね、そんな風になるとまたね、ややこしい話になるわけでして、まあそのあたりは私のクラスにね、なる限りは大丈夫だろうというふうにはね、思います。あと、順番も結構大事です。勉強の順番としてですね、よくあるのは、過去の3番、2行目書いてある通りでして、県民、経、省、民訴、経訴、行政。この順番で勉強するということが結構多いです。どの予備校もですね、この順番でカリキュラム組んでるということがあるんですが、はっきり言って、これは系統別に分けた方がいいです。民法と商法は非常に近い科目ですので、民法、商法は連続して勉強した方がいいです。から、民事訴訟法も同様です。民法、商法、民事訴訟法は3科目で1分野みたいなね、そんな感じですので、できたら同一の時期にまとめてやるという方が理想的です。刑法と刑訴も同じでね、まとめてやるという方がいいかなと思います。憲法、行政法も同様です。非常に似た科目です。で、もっと言えば、憲法、行政法、刑事訴訟法がよく似た科目になるので、刑訴、やった後、憲法行政法。この順番というのはものすごく重要という感じで、私のクラスはね、一応そういうことも意識した、まあ一応カリキュラムの順序になっていると。まあこれはですね、次年度についてはレックの、入門講座ですね、先生ごとによって順番が違いますのでね、その辺科目の順番もちょっとね、参考にしながら、まあ見ていただければなと。私は系統別にね、ちょっとこれはもう特化して、この順番を絶対守るんだというね、そんな感じでね、やらせてもらっているところではあります。はい。過去のやっぱ勉強方法の指針ですね。方針。まあ、ちょっとざっくりとしかちょっと申し上げられませんけれども、1年目はインプット8、アウトプット2ぐらいになると思います。ね、勉強方法としてはですね、インプット中心が1年目と思ってください。で、2年目になると逆転します。アウトプットが8、インプットは2と。で、それはなぜなのかというと、必要な知識の 95% は入門講座に全部修練されるはずですのでね、1年目で復習していれば、2年目で、1年目の復習はまあ、完璧にできれば、まあ、いらないかなとなるんですけれども、そうはいかないのが人間ですのでね、まあ、1年目の復習もある程度やるということに2年目はなざるを得ないとは思いますが、それでも、まあ、できる人になると、1年目の復習といいますか、2年目の学習ですね、インプットにアウトプット8になると思います。これが1年目、復習をサボってると、2年目の勉強、インプット6、アウトプット4ぐらいに、ね、なってしまうと。こうなるとですね、問題どんどん解いていく人と、問題どんどん解いていけない人、差がついていきますね。で、それになってくると、論文のその身につき方でも大きく変わってくるということなので、やっぱりこれ1年目が大事というところに最後ね、戻ってくるところにはなります。1年目でしっかりとインプットの復習ね、できる限り短期間で短いスパンで、まあ数多くね、ちょっとやってもらいたいなというふうには思っているところです。はい。まあそういったところをね、一応私のクラスでは、折に触れてですね、ことあるごとにまあね、チャンスあるごとにまあお話ししているというふうな感じですので、まあどんどんね、その辺メモ取ったりとかして、一本化したノートね、作ってもらえたらいいかなと。なノートとかね、教科書にどんどん書き込んでね、教科書はどんどん汚すためのものということで、どんどん汚してもらえたらなというふうに思います。はい、最後に、最後のページですね。人より上に行くために何すべきかというふうなところをね、項目作っております。まあ、司法試験も現状ですね、受かりやすくなったとはいえ、やっぱり競争試験であることは確かでありますのでね、やはり人より上に行くとね、最後の試験の現場でいいかと思うんですけれども、その最後のね、試験の場面で人より上に行くために普段から何しておくべきかということですね。で、その点について、まあ、私なりに考えたところはその4つ、まあ、それ以外もね、いろいろあるのかなとは思うんですけれども、やはり何を言っても急がばあれです。そのたくさんね、情報を入れなきゃいけないということで、あちこち迷走するという人が出てくるのかなと思うんですけども、やっぱり大事なのは最後は基本の部分ですので、地道に基本をコツコツとやると、これが一番の遠回りでいて
遠回りに見えて近道であるというところかなと思います。なので、人より上に行くためには、人以上に基本を大事にしてください。ね、その応用的なところをね、やってるのの中ね、すごいなとかね、見えるように見える、ね、そういうこともあるんですけれども、やはりね、本番で力発揮するためには、盤石な基盤ですね。これがないと本番では力発揮できないという感じですので、まあ、ここは基本をコツコツというところをね、大事にしていってください。それから、ペースつかむのは最初です。勉強のペースというのはね、最初に決まります。大体、まあ、勉強を始めて1ヶ月ですね。そこで勉強のペース決まってきますので、まあ、できたらね、その勉強のペース、最初の 1ヶ月ですね。ちょっとまあ、しんどい時期もあるかもしれないですけれども、まあ、2週間で4回、ないしは2週間で3回のね、復習と、このペースはできる限り早めに掴んでください。で、ここはね、最初のスタートダッシュですね。スタートダッシュでちょっと低空飛行だった人が急に高度上げるというのはこれ無理なんですね。最初のスタートダッシュ、ある程度高い人が緩めていくいうのはできますけれどもね、逆はできないので、できる限りペースは最初はちょっときつめかもしれないけどね、それをちょっとね、自分でちょっと心がけてもらえたらなというふうには思います。あと、まあ3つ目は1つ目とね、共通するところでありますが、同じことだけしていてはいけないと。何かプラスアルファいると。で、そのプラスアルファというのが私の入門講座の中ではね、当事者目線というところになるのではないかなというね、そんな気がします。まあ、なかなかこの法律勉強しているとですね、神様の目線と言ったりしますけどもね、なんか客観的に裁判官のような感じでね、こうジャッジしているということが多いんですけども、その法律というのはあくまでも当事者がいてこその法律なので、まずはその当事者の立場で考えるとかね、そういったところはすごくね、プラスアルファにはなってくるんじゃないかなと。これはもう繰り返し繰り返しやるしかね、当事者の目線というのは身につかないかなというふうに思いますので、まあ、このね、プラスアルファ、いろんなことありますけれども、まあ、当事者目線しっかりやるというのも一つだしね、からまあ、余力があるんだったら問題どんどん解くというのもね、プラスアルファだろうと思います。どんどんと問題集ですね、市販の問題集あったりしますので、まあ、そういうのをね、挑戦する、レクだったら論文の森とかね、そういうのもあったりしますので、そういうね、プラスアルファ、どんどんね、やってもらってもいいんじゃないかなというふうには思います。はい。ただまあ、手は広げない。インプット材料は広げない。ね。これ大事ですからね。インプット材料は広げないということで、プラスアルファ何か問題解くのもそう。インプットの回数増やすのもそう。条文読むのもそうですね。いろんなプラスアルファの方法ありますので、そこは時間の余力に応じて自分で決めてくださいということになりますけども、まあ一番のおすすめは条文見る、論文の問題解くというのはね、プラスアルファとしてはいいんじゃないかなと思います。はい。まあいろいろな自己コントロール術ありますが、ここまで来ると宗教チックになるので、ちょっとね、割愛させていただこうかなというふうに思いますけどね。まあいろんな自分のコントロール、ありますけれども、まあ何せよですね、普段からプラス思考というのは超大事ですね。いきなりはできるもんじゃないさとかね、あるいは他の人苦しんでたらもっとね、自分が苦しんでたら他の人もっと苦しいはずとかね、そういうふうなプラスアルファというのを持ってね、もっと言ってもらうと非常にこうね、自分をね、助けてくれるんじゃないかなというふうには思いますね。まあやっぱりこう長丁場ですので、どうしても途中ですね、だらけたりとかね、やりきれないということが出てきますけれども、まあそれも人間ですので仕方がないです。ただね、そのやりきれないからでもほったらかしにするともうそれで終わっちゃいますので、まあ、やる気でないという時には、なんか事務作業でもやると、ね、レジュメの切り張りでもするかとかね、そんな感じのことでもいいと思います。まあ、できることってのはね、必ず何かあるはずですので、もうできるね、もう力がない、もう今日しんどいという時でも、まあ、条文でも見て寝るかとかね、そんな感じでも何でもいいです。ね、毎日何かの法律に触れて、まあ、ここからね、勉強を進めてもらえたらなというふうには思います。まあ、その辺は、入門講座のね、中では飲み会とかもありますので、まあ、その飲み会の中でね、どんなんだというのをね、直接聞いていただくのもありだし、それから、入門講座終わってからの質問の中でね、いろいろと聞いていただいてもいいのかなというふうに思いますので、どんどんと私を使っていただければというふうに思います。はい、ちょっと一方的にベラベラと喋ってしまいましたけども、私からのね、解説講義といいますか、講義はこれで終わりたいと思います。どうもお疲れ様でした。